ドクターリー、こんにちは。こんにちはす。今日はなんだか忙しそうね。アンケートの準備をしているからね。とっても忙しいよ。アンケート？どうしてアンケートを取ろうと思ったの？日本の食文化を調べているんだけど、味噌汁の具とかお雑煮の具とか地域によってどんな食べ物が好まれるかって違うじゃない？他にもカレーに入っている肉が牛肉か豚肉か、お正月に食べるのはブリか鮭か、お刺身はマグロかタイかみたいに、同じ料理でも使われる食材が違うみたいなんだ。だからカレーといえば牛肉か豚肉か、みんなにアンケートを取ろうと思うんだ。僕の考えでは、関西は牛肉って人の方が多いはずだよ。なるほどね。アンケートもいいけど、みんなが何にお金を使っているかというデータを調べれば、地域による食の違いがわかるかもしれないわよ。確かに。牛肉と豚肉どちらにお金を使っているかを調べれば、地域によるカレーの牛肉派、豚肉派がわかるかもしれないね。どんなデータを調べればいいか考えてみるよ。よし、牛肉と豚肉どちらにお金を使っているか調べるぞ。と言っても一人一人のデータなんてあるのかな。あったとしても調べるのがとっても大変そうだな。都道府県ごとのデータを集めてみれば？それいいね。データはどこから集めればいいかな。総務省統計局家計調査をもとにした都道府県庁所在市別の家計消費データを集めた教育用標準データセット SSDSE を使うのがいいかも。このデータセットは統計センターのホームページから誰でも簡単にダウンロードできるよ。オッケー。じゃあそこからデータを集めよう。計画をまとめると、調べる対象は47都道府県庁所在地。データはインターネットで教育用標準データセット SSDSE をダウンロード。調べる項目は牛肉と豚肉の支出金額だね。よし、まずはデータを集めよう。ボロロ、一緒に手伝ってね。いいところに気がついたわ。データをしっかりしっかり集めてね。データが揃ったね。ダウンロードしたデータを見てみると、計画通り都道府県ごとに米やパン、魚などをいくら購入したかっていう支出金額のデータがある。都道府県ごとの牛肉と豚肉の支出金額を比べていこうかな。ストップ。え、なんで？分析を始める前にデータを整理しよう。実はこのまま比べてしまうと正しく分析できないんだ。どういうこと？金額を比較して似ている地域をまとめていけばいいんじゃないの？よく考えてみて。例えば A 県と B 県は牛肉の支出金額は同じ2万円だとするよ。でも食料に支出した合計金額が A 県は50万円で B 県は100万円だったら、牛肉に支出した金額が同じくらいとは言えないよね。確かにそうだね。ということは、まずは都道府県ごとに食料に支出した合計金額のうち、牛肉と豚肉に支出した金額の割合を出すってことだね。正解。牛肉の支出金額割合は、牛肉に支出した金額を食料合計の支出金額で割れば出せるよね。
例に出した A 県の場合だと2万円割る50万円で 0.04 が牛肉の支出金額割合だね。で、次にやることは標準化。標準化？どういうこと？例えば A 県の牛肉と豚肉に支出した割合がそれぞれ 0.04 と 0.03 だとしたら、牛肉と豚肉どっちが他の県より多く購入されていると思う？そりゃ牛肉でしょ。ヒントを出すよ。牛肉と豚肉の支出金額割合の全国平均値が牛肉は 0.07、豚肉は 0.01 だとしたらどう？そっか、わかった。平均値を中心としてそれよりどれくらい大きいか小さいかっていうのが大事なんだね。その通り。式にするとこんな風になるんだけど、要は平均値を0として標準偏差を物差しの1にして食品ごとの比較ができるようにするってわけ。こうやって標準化すると47都道府県と食品の組み合わせを同じように比較できるようになるんだ。それじゃあデータを整理して分析を進めていこう。よし、整理したデータを分析していくぞ。さっき整理した牛肉の支出金額割合を標準化した値を日本地図に表示するとこんな感じ。色の濃いところが牛肉の支出金額割合を標準化した値が大きい都道府県だよ。なんだか西日本に多いような気がするね。それじゃあ次は豚肉で同じことをやって日本地図に表示するとこんな感じ。これだと豚肉の支出金額割合を標準化した値が大きい都道府県は東日本に多いみたいだね。じゃあ牛肉と豚肉と両方合わせて考えてみようよ。牛肉の支出金額割合を標準化した値が0より大きいと牛肉が好まれていて、豚肉の支出金額割合を標準化した値が0より大きいと豚肉が好まれていると考えよう。だんだん分かってきたぞ。値が0より大きいか0以下かで4つの組み合わせができるわけだから、それぞれの組み合わせにラベルをつけて地図に表示すれば牛肉と豚肉のどちらが好まれているか分類できるってことだ。表のように東、西、相盛、その他ってラベルをつけてみるよ。グラフにしてみると、東は山形県だけ傾向が違うけどいい感じ。豚肉の代わりに納豆だともっと東ははっきりするかも。試しにやってみるよ。東は随分くっきりしたね。九州が納豆を好むのは知らなかったね。あと首都圏はいろいろな地域の人が集まっているからはっきりした傾向にはならないみたいだね。結果をまとめてドクターリーに報告だ。ドクターリー、ボロロと調べていろいろ分かってきたよ。家計調査データを標準化して比べてみたら、牛肉の支出金額割合を標準化した値は西日本で大きく、豚肉の支出金額割合を標準化した値は東日本で大きいっていう傾向があることが分かったよ。ということで、カレーに牛肉を入れるのか豚肉を入れるのかっていうのも西日本と東日本で分かれていると思うんだ。標準化までやったなんてさすがね。数がやったとは思えないわ。ボロロのおかげだよ。二人ともよく頑張りました。確かに牛肉と豚肉の消費は西日本と東日本で分かれているけど、それはなぜだと思う？気候の違いか文化的な違いですか？西日本では
かつて農耕で牛を利用していた影響もあり、牛は西日本に集中していたのよ。それに対して東日本では農耕で馬を使っていたので牛の数は少なかったと言われているの。当時は牛や馬のお肉を食べるのは禁止されていたけど、牛の頭数が多かった西日本では明治になってからお肉といえば牛肉という文化になったと言われているわ。これは歴史とか地理を調べると面白いはずよ。じゃあ豚肉は？東日本で豚肉が食べられるようになったのは戦争の影響、コレラの影響、とんかつの普及だと言われているけど、これもぜひ調べてみてね。大正時代の各県の養豚数とかを調べるのもいいかも。へえ、そんな歴史があったんだね。牛肉と豚肉の他にも地域によって傾向が違う食べ物ってあるのかな。おせち料理に入る魚が鮭なのかブリなのかっていうのも地域によって違うのよ。これも家計調査のデータを分析すると分かってくるからやってみてね。地域の食の違いを調べるにはアンケートしかないと思っていたけど、どんな食べ物にお金を使うかというデータ分析からでも地域ごとの特徴が分かるなんて、データってすごいね。西日本と東日本で綺麗に分かれるのはびっくりだったよ。それにちょっと頭が良くなった気分。そうね、スーがやったような分析をもっと発展させたものをクラスター分析というのよ。大きな集団の中から似た者同士を集めてグループに分ける統計的な手法よ。あらかじめ分けるグループ数を決めて分類していくの。今回と同じ家計調査のデータをもとにクラスター分析した結果と分析に使ったプログラムは統計情報研究開発センターにあるよ。動画の下の URL にまとまっているから、興味がある人は覗いてみてね。家計調査データを分析して、みんなが住んでいる都道府県の家計支出の特徴を探究してみよう。僕がどの都道府県出身かは秘密。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。コダップというソフトウェアを使えば、今回やったようなデータ分析をすることができるよ。コダップに関しての詳しい操作説明は動画の下の学習者用資料の中にあるよ。みんなもデータ分析してみてね。